残り時間もあとわずか。駿河11連覇を成し遂げるのか、はたまた瀬戸内歴史に新たなる1ページを刻むのか。いよいよ決着の時が迫ります。まさか真っ向から相手にする気？無茶よ、あんなボロボロの体で。ごめんなさいお母さん、もしかしたらあなたを落胆させるかもしれません。でも逃げたくない。私は私の力を出し切って終わりたいから。いくでー、ヘブン&ヘル、全身全力真空レッグ。神の陣左胸だけで受け止めてんのか。左胸が持っていかれそうです。でも耐えるのです。胸の形状を利用してギリギリ尻の軌道をそれて、あの真空レッグをさばいた。そんな、胸の曲線と弾力を生かして威力を殺した。はぁ、神梨さん、まだや。完成された真空レッグは回転エネルギーを波動に変えて叩き込む。嘘でしょ、さばかれたエネルギーを自分の力に返ってきた。踏ん張りなさいマヤ、デタラメな技のツケは必ず来るわ。ここを耐えれば必ず勝機が来るから。聖女養成学校対抗東西戦、優勝は瀬戸内。